皆さんこんにちは、トラキテチャンネルの西です。島です。今日は2011年11月下旬に日帰りで行ってきた修善寺の動画を見ていきます。紅葉、グルメ、遊びと盛りだくさんです。それでは行ってみましょう。では虹の里に入っていきます。入場ゲートをくぐるとイギリス村が出てきます。ここな、世界観がな、こうグッと出ていいよね、いいよね、うん、外国来た感じでね、テンション上がるよね、うん、なんか今のクマの服が前とちょっと違う気もしたな。衣替えかね、うん、クリスマスの飾りになってたね。そうだね、うん、このバスはカフェになってます。こちらがロムニー鉄道の駅ですね。ここもな、ほんましっかり作ってあるからな、雰囲気出てるね、うん、でロムニー鉄道っていうのは日本一小さい鉄道で、これキッズが絶対喜ぶよね。これさ、今走ってないんでしょ確か。そうそう、今枕木が腐っちゃってて、その修復が必要で、ふるさと納税で寄付を募ってるので、ぜひ皆さんお願いします。うん、まあね、この辺歩いたね、前もね、今このイギリス村からこの先のカナナ村の方に向かっていきます。結構広いんよね、ここね。そうそう、でここは伊豆フレームっていう、ね、写真スポットですね。いい写真やね、富士山も見えるからね。なんでこれな、これね、大体 100m ぐらいあるローラー滑り台があります。結構スピード出るからね、これ倍速なんだけども、実際体感これぐらいのスピード感があってめっちゃ楽しいんで、そうやな、これ飛び出しそうになるもんな、ね、カーブのとこで。で大人も子供も無料で滑れるので、ぜひ皆さんいつは滑りましょう。こちらはカナダ村です。お茶飲むとこな。そうそう、お茶とかカナダのお土産とかが買える場所です。こちらのクマさんも疲れ切っちゃってちょっと待って、このクマじゃあでもこの世の終わりみたいな顔してたよ。でもまだ営業中よあれ、こっちは、日本庭園の方に来ました。ああいいね。ここはね、夜ライトアップもされる場所で、夏な、ちょっと日本庭園のところは何け勝負やっけ、池をさ、終わって、そうだね、あんまりタイミング良くなかったからね、今はいいね、ここね。そうやさ、夏行った時ってバラあったやん、もう今はないの。そうバラね、今ちょうど育ててる最中で、もう少しすると見ごろ迎えるらしいね。そうなんやな、ここはだから季節に応じてね、いろいろ植物が変わってね、そうそうそう、見どころが変わっていくね。紅葉がな、あとここコスプレイヤーさんの撮影を歓迎してて、今もちらっと見えたんだけども、結構コスプレイヤーさんいて、鬼滅の刃の煉獄さんとかもいたよ。今回は何獄さんをされたんですか？難しいこと言わないでくださいあ、してへんか島獄さんじゃないすいません。ここはもみじ林で、あー、ええな、ここのここがね、一番綺麗だったかもしれない。あ、そういえばさ、バスは乗ってない。あ、そうだね、今回もバス乗らなかったね。これ最初のあれやね。あ、そうだね、バスの中でコーヒーを飲んでちょっと休憩中です。なんかこんなんだよな。外はめちゃくちゃ風が吹いててね、寒かった。ということで虹の里を後にして駅に戻っていきます。
虹の里を楽しんで修善寺の日帰り旅行はおしまいです。修善寺の皆さんありがとうございました。修善寺はね、その季節を変えて何回でも来れるし、大人だけで来ても楽しい場所なので、ぜひおすすめしたい場所です。来年はね、秋にぜひ泊まりに行きたいと思います。行きたいね。いやー、旅行って本当にいいものですね。